こんにちは、こんばんは。リザルトジャパンの月島です。吉岡です。いつもご視聴高評価本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今回はリザルトジャパンで現在発売されている GR86BRZ のパーツがついたデモカー全部並べましたので、こちらを紹介していきたいと思います。イエーイ。やっとこれができる。 しかも今回は新発表のパーツもね、せやね、ありますので、ちらっと見えてますけど、そちらもぜひチェックしていただければなと思います。じゃあもう早速紹介していきたいので、まずはこっちからうちの86から行ってみたいと思います。じゃあまずは86からです。はい、こちらね、はい、ちょっとね、新たにリザルトメンバーに加わった、新メンバーです。新メンバー、実は女性オーナーと言いますね。ねえ、嬉しい。ねえ、の車がこちら、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、すごいスタンスっぽい。そうね、もうコンセプトはスタンスでしかないです ね。まあ、うちにはちょっと、はい、らしからぬワークのホイールも入ってます、はいはい、ちょっと新しい色になりましたね、これは。ちょっとまずね、じっくり見ていきましょう、はい、まず、はい、リザルトジャパンのパーツで言いますと、はい、上からいきます。ボネット、これはカラードですね。カラードですね。ボネットかな、カラードで、カラード、この奥行きがね、白同色で、ここね、はい、もうご存知の通り、ね、ここからねエンジンルームが見えます。ちょっと今カメラの角度で見えにくいってだけで、はい、ハンドリップ、GL86 用になります。そうね、この張り出し感と、はい、なおかつこうエアサスで着地した時にね、すごいよ、ね、サイドフラップとまでつながっちゃうという、はい、かっこよすぎる。これね、はい、アームとかもなしでここまで来てますから。もうエアサスだけで、エアサスオンリー、オンリーでここまで落とせる。エアサスキャンバーオンリーでここまで来てます。すごい。サイドフラップに塗ります。塗り分けは白黒、白とマットブラックになります。で、リアディフューザーがこちら、はい、こちらもね、おなじみのリアディフューザーにはなりますが、はい、これもね、エアサスで、はい、エアリフト前下げの状態でこんな感じ、はいはいはい、すごいね、もう着地ほぼほぼ、ね、いやー、ちょっとまあ、はい、時期で見るとこんな感じ、こんな感じです。リアビューも、まあ、リザルトジャパンのスタンス部門をね、ちょっと担っていただくというスタンス部門代表そういやけど、なんか新しい色が出ていいですね。そうですね、はい、ちょっと今までとはちょっと違うスタイルになるんじゃないでしょうか。そうやね、頑張ってスタンスネーション応募してください。いや、もうかっこいい一台です。これね、 US のそのマーカーとかも入れたりで、はいはい、あ、そう、 US グリル入れたりとか、はいはい、ちょっとそっちっぽくしてるんですね。そう、うちにはない色ですよね。うちジャパンですからねでもこれからワールドにね、はい、じゃあ次が BRZ になります。ジョジョン、かっこいいね。もう安定なんですけど、うん、今ちょっと同じくこちら、こちらもユーザーデモカーの、はい、ゴンさんです。おなじみのねおなじみのゴンさんです、はい、こちらも紹介しています。はい、上から、カラードボンネット、こちらはブルーになりました。ブルーですね。リザルトジャパンといえばのアイラインがついてます。からのBRZ 用のフロントリップになります。ちょうどね、この画角後ろの86も映ってるんですけど、そっかそっか、86と BRZ、こんだけの違いがあります、はい、ちょっと違うんですよね、リップのデザインが。そうやね、少し違うがかなり違うっていうぐらい違うねはい、で、こちらもはいサイドが、サイドフラップ、そう、先にね、はい、紹介します。あ、そうだそうだ、 NE24 とキャリパーカバーです。ライムグリーンです、こちらは。そうですね、これは、うん、僕が勝手にライムグリーンにしましたなんかちょっとこの雰囲気で似合うかなと思って、うん、いいかもね。結構ワンパンチ強めで、はい、いってます。で、こちらからサイドフラッ プ、ここのえぐりがいいんですよね。ねえ、このうちのフラップのおすすめポイント、このえぐりここ、ね、からの、はい、そう、これやっとできた、はい、あ、じゃあ先にの前に、の前にルーフスポイラー、これもね、ルーフスポイラーその横のね、はい、と比べるとありなし、こんだけ違うから、ね、やっぱちょっとここがね、このルーフが張り伸びるだけでこんだけ違うという。さあ、じゃあいよいよ行きましょうか。ちょっとごめんなさい、じらしちゃいました、はい、やっと GT リングリーガルタイプです。いやー、やっとできましたよ、はい、
これね、やっぱいい。さっきね、はい、前走ったって思ったのが、はい、めっちゃいい。あのバランスが絶妙、うん、めちゃくちゃいいんですよこれね。車検規格を、はい、あの車検にまあ通ることを想定して作ったので、まあ内側は1650で角 R は 5R 5R 取ってて、この辺とかもね全部 5R なんですよね。しかもこれね、アルミの2017材の削り出しでございます、はい、めちゃくちゃ豪華な。そう、あ GT ウィング、これはい付け根がないとね。そう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 、つるんと GT ウィングがこのなぜか生えてくる感じ。これがねすごい秘密があるんですよね。あ、トランク開けてもらっていい？はい、ほらこんな感じで後ろでしっかり支えてます。これがいるから、そうこの付け根が、ね、そう、実はこちらが本体みたい、ある意味本体、はいはい、あの土台のね、なので、はい、このまま締めていただいても多分全然揺れませんぐらい。ちょっと見ていただいて、バインとはなるかな。締めますよ。はい、ほら、ね、すごないで、これを引くとはい、こんな感じでリアディフューザーと GT ウィングサイドと、もうこんないや、もうこの青黒カーボンでまとまってて、そうですね、すごいいいんじゃないでしょうか。いやー、いやこの画角最高ね。やばいですよね。もう写真にできる。なんか本当にこの GT ウィングがやっぱ良すぎて、かっこよすぎて、ね、迫力がかなり出てるんじゃないかと思います。じゃあここまでがユーザーデモさんたちのデモカーになりますので、いわゆる、はい、フロントリップの3点セットっていうイメージですね。で、ここからはここからが激しくなります。激しく、まあ、前回もこの場所でお伝えした、はい、こちらですね、この子になります。リザルトジャパンワイドボディキットです。イエーイ、ワイド GR、ね、ワイド GR86 になります。ちょっと我々見慣れたんですけど、これまだまだねお初の方おられると思うので、はいはいはい、ね、がっつり紹介しちゃいましょう、はい、お顔はこんな感じで す。もうね、悪いっすよね。やばいどう見ても悪い。もう怖いですよ、ね、ちょっとこれがね、あの2番 の、 あの、ね、コーナー突っ込んでくる瞬間のこの顔、うわーってなる。いやー、すごいもん作っちゃったなと。ぜひね、あの D1 グランプリもね、あの皆さんご覧いただいて、そう、ね、YouTube 配信もやってるので見てみてください。おい、じゃあ横、はい、側面いっちゃいましょう。フェンダーすごい。フェンダーの張り出しはね、はい、まあ、暫定まあ70かな、さっき測ったら80、はい、まあ、ちょっとね、あの正確な数字ごめんなさい、今覚えてませんけど、ホイールのスペックを言っちゃいましょう、はい、ホイールが 11J-7 です。マイナスです。マイナス、もう一回言います。マイナス、マイナスです、はい、フロントはアーム入れてないで入っちゃいます。あ、そっかそっか、そうですよね。で、はい、こんだけやってもごめんなさい、キャリパーカバーなんです。キャリパーカバーなんですよ。いやもうね、足元にワンアクセント、うんうん、それでいいと思ってるタイプなので、うんうんうん、全然ありだと思いますね。36,000円、はい、もうちょっと値上がりちゃいます。はい、値上がりしてるかもこの動画の後は。もうしてるかもですね。ね、お早めにお買い求めください。で、あ、これちょっとついでに紹介したい。はい、あー、そっかそっか、紹介したい。大事大事。これリザルトジャパンのオリジナルバケットシート第2弾、はい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 、ということで、はい、こちらね、車検対応です。でもリーガル実質確かに、ね、で、黒と赤の2色展開になります。こんな感じでハニカムが入っております、はい、いい。下にもリザルトジャパンのロゴが入っております、はい、豪華なバケットシート。これで車検通っちゃうからね。すごいですね。FC レザーで、はい、乗り心地も抜群です。ぜひこちらもちょっとバケットシート、結構ね、あのなんかこれが合わない、あれが合わないっていう人、一回ちょっと検討してほしいなと。ぜひ、まあ、来店いただければ、うん、座っていただけるので。ぜひ座ってほしいなと思います。はい、じゃあドアを閉めていただいて。はい。入って、次はね、サイドに行きます。サイドがちょっとさっきからさらっとではあるんですけど、すごいね、こちらのサイド、はい、このリアまでつながって、はい、こんな感じになりますね。じゃじゃじゃん。このね、下から見た時は、はい、このえぐりが半端なく、指をさせていただけたら分かりやすいかもしれない。そのえぐりの部分。えぐりのところここかな。そうですね、そうですね。はい。分かるかな。そこがよく分かる。はい、上から見るのと、はい、下からの見るのと、あ、そう、二面性のあるね。二面性を持たせております。はい。で、給油口もね、これ、そう、ちゃんと開いちゃいます。カコンってやっても、あるんです。こんな感じで開いちゃいます。こういうさ、で、パコッと閉めていただける。はい。はい、こんな感じです。こういうとこですよ。で、こちらもルーフスポイラーと、中にね、このロールゲージが見えるからの、この GT ウィングです。1800バージョンですね、こっちが。このね、バランスをすごく考えました、はい、今回。で、はい、ローアングルを見るとこんな感じです。こんな感じです。ロー&ワイド。
やばいですよね。そう、まさにそんな感じです。もう私はね、個人的にリアビューがものすごい好きなんですよ。いやでかいよね。でかい。あちらの GT ウィングもそうやったんですけど、はい、新商品の新商品になります。それがまあツイッターではお伝えしてるんですけど、じゃじゃーん、フロントバンパー、ナローバージョン、ナローバージョン、ナローバージョン、で、はい、横とね、見ていただけたら、見比べたら、そう、わざとこの並びにしたのはこういうためですよ。こっちがワイド、ワイドの顔です。こっちがナローになってます。このね、お、はい、一緒に見ると、はい、なんちゅうかな、やっぱりあの幅もないので引き落とるんですけど迫力がね、こっちはこっちでまとまりがすごくあって、はい、なおかつ、はいはい、ね、リップの部分にご注目。はいはいはい、これね、はい、まあまあ、あの抑揚をつけて動かしては、はい、あのちょっと高めに設定します。ああ、ここですか。そう、はいはい、っていうのも、サーキットとかで遠赤ガンガン踏めるし、で街乗りでもその、はいはい、ある程度段差を気にせず乗れるようにノーマルの、高さを確保してます。あの私が乗ってきたんですよ実は。あ、そうね。でもね、全然その段差とか、うんうん、の気にせずに行けるので。そうね、ちょっと車高を下げたりとかしてても大丈夫なんじゃないかなっていう気遣いがここにはあります。うん、せやね、はい、これ結構大事なんですよ、はい、エアロをつける上で。はい、だと思います。で、ここのお花は吸気にドストレートに行ってます。あ、こういうことですか。なので純正はまあこっちこの辺からニューッと出て中に入るんですけど、はい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 、これはまあまあ社外品エアクリーナーとかを入れたら結構これは効いてくるんじゃないかな、はいはい、なるほど。でもそういうのもね、あのエアクリ変えたりとかしてる方も多いから。そうですね、いいかもしれない。で、またこちらもサーキットとかを意識して、はい、下はブレーキダクトなどに使えるダクトになります。はいはい、はい、ここね、なるほどです。で、上はやっぱりフォグランプ欲しいよね。みんなね、ホグ欲しいですって方多いですもんね。うん、でね、こちらはもうね、まもなく発売となるので、はい、今後もね、講義対応ください。ぜひチェックしてください。で、次は、はい、カーボンボンネット。カーボンボンネット。この夕日でこのゲラゲラ感が。ゲラゲラ。すげえよ、ね。ギラギラではこれは収まらない、ゲラゲラです。あの青カーボンってええなって思いました。そうやね、はい、ほんまに反則的。ちょっとずるい青カーボンって。すげえかっこいいと思う。かっこいい。で、こちらもね、こんな感じに。カーボンボンネットも。すごい深掘りで。彫りが私の拳よりだいぶありますよ。そうね、そうね。こんなに奥行きのあるボンネットは、はい、なかなかないんじゃないかなと思います。はいはいはい、で、このままリアは先ほどと同じ、こう今回はフロントバンパーからサイドは、フラップタイプ、その先ほど紹介したのと同じものを同じやつを使ってます。はい。はい、で、同じく、リアタイリアホイールは、T37 サーガ SL にキャリパーカバーを、こちらはレッドをチョイスしてます。そうですね、これで終わると思うなかれ、思うなかれ最後にこちら待ってます。あ、まずこれね、まずはこの安定の、そう、リザルトジャパンといえば結構これをそうしはるハッターも多いのかなと思うんですけど、はい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 、リアウィングがついております。リアウィングついてます。あのこの子は、FRP タイプ同色で塗ってるんですけれど、ね、まあ、カーボンタイプがあったりとかね、あとは結構ここだけ翼面を黒で塗り分けたりとか、ね、いろんなやり方があるのでぜひこちらもね、これもねスーパー人気商品で、はい、リザルトジャパン一番人気かもしれないです、うん、これこれはマジで人気のリアウィングです、ね、からの最後にこちら、さあさあ、ここがこれまだ紹介してなかったですよね、 YouTube で。っていうのも、こちらこのねスバルなんですけど、今回 GR の GR の GR リア、はい、GR リアリアスポイラーがついてて、はい、そこに、はい、ちょっと暗くなって見えにくいかもしれないですけど、ディフューザーがついております。これはあれですよね、 GR のリアスポイラー専用のリアディフューザーってことですよね。そう、みんなに結構これを待ってたって言ってくれたんで、ね、ここがちょっと寂しくなっちゃうのかなっていう方がね多いと思うので、このね、はい、これもリアからのまとまり、みんなこれでちょっとお尻を見てしまおう、ほら全員のリアビューが、そう、全員いいお尻してます。すごい豪華すぎません、ちょっと今日、ね、でこれでせっかくなのでね、もう一回こう、はい、顔からも、はい、ちょっとぜひずらっと、そう、これが並びで見てほしいところ、リザルト、新たなリザルトジャパンですっていうか、はい、あの全部がまずナローバンパー、ワイドバンパー、そして、DRZ のハーフエアロ、フロントリップエアロで、こちらが
GR86 のハーフエアロフロントリップになります。これがリザルトジャパンの現在の全商品になります。豪華すぎる絵面がねえ、はい、素晴らしい。もうね、いろいろマジでこれめちゃくちゃいろいろ皆さんに選んでいただけるぐらいのレパートリーじゃないですか。そうやね、この1年で、はい、その、はい、今のところ、はい、結構もう作り切ったかなって思います、うん、ただまあ、はい、今後作っていく製品とかもありますので、はい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 、ぜひそちらもこのねチャンネル登録してチェックしてください。はい、はい、ということで今回はリザルトジャパンの GR86&BRZ デモカー全紹介そして全商品紹介ご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。ねえ、内容結構濃かったと思います。絵がもう豪華すぎるっていうのが ね、なんかもう作り切ったこの ね、86BRZ、はい、いやめっちゃかっこいいと思います。やばいです。そして、こちらの先ほど紹介したナローのフロントバンパーとあとはね、GT ウィングリーガルタイプは間もなく発売、もう発売してるかな、まあ、詳しくはねリザルトジャパンオンラインストアでチェックしてみてください。概要欄に記載しておきます。おい、それではこの動画がいいと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。まだまだ製品作りますけどね。まだ作るんだ。まあ、そちらもまだどこだ、どこ出すんですか。多分ダックテールとかその辺、うん、有力情報です。皆さん広告期待。はい、 See you。 See you。